戦略っていうか選挙運動の予定ですよね。あのね、もう基本的にはポスターも貼らないですし、車も出しません。で、民放と NHK の政見放送、それぞれ280万円ずつ、合計560万円のお金を使いますので、我々はもうまさにこの税金を使ってしっかりと売名をしようということで、今カルロス・ゴーンさんの方には、お声掛けをさせていただいておりまして、ビデオですから、カルロス・ゴーンさんや、まあ、籠池さん、まあ、堀江さんも当然、あと三崎豊君ですね、いわゆる、まあ、今の日本の刑事司法に対して不満のある方などを中心に、お声掛けをさせていただいているということで、まあ、政見放送をね、できるだけ面白いものを面白くかつ有効なものにしてですね、これもね、本当高騰だからこの280万円 ×2 っていう制作費が使える、もらえるんじゃないですけどね、使えるので、まあ、300万円のお金で560万円分の制作費が使えるという、もうね、お金をかけずに、まあ、もちろんこれが YouTube でその後ずっと公表できますので、我々はその静岡の選挙については完全に勝てないわけですから、いわゆる小選挙区だけですからね、我々はもう選挙で勝てるのは比例代表のみですから、今のところ、次の総選挙に向けた、まあ、ある意味いい実験ですよね。これが2本ですけども、あのいわゆる今のところ、まあ、あの広島とか、まあ、他に決意がなければ静岡だけの2本ということになりますけども、総選挙では94本ビデオが作れます、9分のね、それぞれ280万円以上の、まあ、ちょっとかな、280万ほどの制作費がかけれるという、非常に、まあ、2億5000万円ぐらい使えるのかな、ということで、やっぱり映像を使ったね、選挙運動、お金を使わない、税金は使いますよ、皆さんからお金を使わもらわずに、ちゃんと法で認められた税金を使って、YouTube を使った選挙運動ですね、もうね、やっぱりポスターを貼ったりとか、まあ、もちろんポスターを貼ったら選挙カーも使うときはありますけども、まあ、少なくとも選挙事務所はまあ作りません。あのバカらしいんで、そこでいろんな悪いことをいっぱいそこで密談とかするから選挙違反が起こるわけであってね、お金のかからない選挙というところで、我々はインターネットを使った、映像と音声を使ったですね、選挙運動をすることによって、徐々にね、問題提起もしていきたいですし、あの支援も広げていきたいです。特に、まあ、やっぱり、ね、NHK の請求書の受け取りの代行をですね、無料でやりますよと、NHK との交渉を無料でやりますよというのは、NHK のやっぱり政見放送で出すこと、YouTube でそれを出し続けること、非常に効果があると思いますから、あのとにかくその地域でポスターを貼ると、その地域のしか見れないわけですよ、ね。音出してもそこしかダメ。でもインターネットであれば全国に、まあ、世界に広がっていきますから、そこに我々は力点を置いて、できるだけ、皆さんから、まあ、できるだけお金もらってませんから、ね、とにかく税金を使って、これやってるのは国の仕事やってるわけですから、税金使うのは当たり前ですからね。税金を使って何か売名するだとかバカなこと言う人いますけども、いやいや、国のためにやってるから税金を使ってるわけであって、国が NHK というね、法人を作り出し、国がその運営を今のところ認めてるわけだから、しっかりと税金を使って NHK と対抗していくという、そういう戦略をするということですね。はい、そういう選挙運動になります。はい。はい、現地、先週言いましたけど、現地に行くのは、3月の27日16時から、静岡県庁の方で出馬会見はします。ただ、選挙期間中に行くかと言われたら、多分行かないでしょうね。1回ぐらいは行くと思いますけどね、題してやってくれって言われて、告示日の日は行くと思いますけど、それ以外は、逆にニコレコ町会議もやってますので、ネットを使った選挙運動ということに力点を置いてですね、静岡県の4区の方で何かやるっていうことは、多分ポスターも貼らないというか、多分じゃなくてポスター貼りません、決めてます。演説もされないという演説もしません。ああ、そうですか。はい、だからやるにしたらハンディマイクでやる予定です。もう選挙カーももう用意してませんので、はい、そんな感じ。供託金返ってこない選挙なんで、はい、300万円持って出っぱなしなんで、 10% 取るのはまず無理だと思ってるので、効率よくね、やっぱりお金を使わなきゃいけないと思っていますので、残念ながら静岡に来ていただいてもありません。はい。まあ地方選挙やってるんで、それ以外に
4月は確か市議地方選挙は結構あの市議の選挙であったりして、市議とか坂戸とか、あと各サイトは誰も出ないけど鹿児島、ね、鹿児島の方とかね、あのちょっと別の地方選挙やってるんで、そっちは当選可能な選挙なんで、そっちの方になると思います。あのあくまでも、衆議院選挙の、まあ、新聞でももう発行されてますけど、当選を目標としていないということで、まあでもね、カルロス・ゴーンさんが出てきて NHK ぶっ壊すってやったら相当面白いと思うんですよ。うん、それは面白いと思いますから、今1000万円でどうですかっていうオファーを出してます。あの使い回しができるんでね、一回素材取ると次のあれで全部できるんで、カロさんに、まあ、検察をぶっ壊すとか、あの、ね、そういうその、まあ、檻の中をぶっ壊すとか、なんかそういう面白いなんか映像を、まあ、ゴンさんの場合は有権者じゃないのでお金を払っても公選法違反にも間違いなくならないので、まあ、今レバノンの方にあのちょっと死者を送っている状態ですね。記者会見はあの一般の方はとか YouTuber の方は入るんでしょうか？指導から。ああ、大丈夫だと思いますよ。3月27日でしょう。はい、大丈夫です。あのぜひお越しください。あのダメだって言われたら外でやりますから。はい、それはせっかくなんでね、あの多分大丈夫だと思います。あのダメって言われたらあの別立てか何とかしますから。いけると思います。静岡県庁ですから、なんか地元のなんか嫌がらせがされない限りは。27の夕方の4時からあの説明会があるんで、1時から説明会に出て、でそれ終わってから4時やる予定です。説明会僕が行きますから。いやちょっと聞きたいことっていうかね、一応衆議院は初めてなんで、あのちゃんと確認をして